相馬市の農産物直売所ふれあい旬の広場は、相馬地方で作られたものを中心に野菜や果物を年間を通じて販売しています。新鮮だし朝どれだからいいかなと思って、朝一で来るといつもこんなすごいんですよ。早く来ないといいのなくなっちゃう。今特に人気の商品は、一つは旬の味覚、県北地方で生産された桃暁、そしてもう一つは盆に墓や仏壇に備える切り花です。多くは相馬地方で育てられたもので、収穫されてすぐに販売されるため鮮度が良いものばかりです。商品切らさずにですね、安心して買い物できるような売り場を出荷の会員と、あと店舗のスタッフでお待ちしているのです。盆明けには相馬市で作られた梨が店頭に並びます。